昔、ある雪深い山のふもとに、一人の男が住んでいた。ある日、男が山へ行くと、一羽の鶴が。苦しそうにもがいている。見れば、鶴の背には一本の矢が刺さっていた。男は駆け寄り、矢を抜き、傷口を洗ってやった。鶴は、大きく羽ばたくと、男の上をゆっくりと回り、夕空の彼方へ飛び去っていった。それから幾日か経ったある吹雪の晩のこと。こんな晩に誰だろう。男が不思議に思って小屋の戸を開けると、そこには美しい娘が一人。迷って、この雪道、どうか人よの宿を。ところが、次の日も、その次の日も、山は荒れ続け、男の家は雪に閉ざされた。女は飯を炊き、掃除をし、男の着物を繕った。そうして、いつしか二人は夫婦になった。そんなある日のこと、女が旗織りの小屋へ行くと、私が旗を織る姿を決して見ないでください。そう言うと、小屋の中へ入っていった。旗織りの聞こえる。男は外でじっと待つ。旗織りの音が続く。
やがて女は驚くほど痩せ衰えて、一旦の布を差し出す。なんと美しい布、雪のように真っ白に輝く。男は欲に心を奪われた。街へ行けば高く売れる。もっともっと多くの布が欲しい。あんた、あたしを助けてくれた人。あんたはどうしたの？何かが少しずつ壊れてゆく。命で折ったこの布、あんたはお金に取り替える。ねえ、お金って何？お金ならもうたくさんあるじゃない。ついに男は約束を破った。小屋の戸をそっと開ける。痩せて力なく、哀れな姿で
羽なき翼を広げて